上城下門寺から1917年10月26日は、上高地で、そま、山見回り妊婦、漁師をしていた人物、山案内人として有名になった。没年を1918年とする書籍もある。品の国安住郡ぐ稲古木村に、有馬又八の次男として生まれた。12歳の時、そま見習いとして、上高地へ入り、16歳から18歳の時、 松本藩の藩有林の見回り妊婦となる。明治2年、23歳で、そま職として、ほぼ一人前になり、島々村の上条家に向入りし、翌年長男が予吉を設けた。30歳を超える頃、明神地藩に小屋を建て、寮を生活の中心に据えた。夏に岩ナ、冬にカモシカ、熊などを取って生活した。外からやってきた人に山案内を壊れれば、案内をした。 当時、当地の公式な地図はなかったが、経験と勘で山を案内し、滑落した人を背負って、ふもとまで降りた。45から46歳の時、ウォルター・ウェストン夫妻を北アルプスへ案内した話で、有名になった。生活の姿としては、中心にあったのは、漁師生活でガイドのプロとして山を案内したグループは生涯で20組に満たないと、言う。 病人池のあぜに建てた小屋は、後に、家紋継小屋と呼ばれることになった。安住村島島で亡くなった。前述のように本格的な活動はしなかったが、小林喜作、内野常次郎といった山岳ガイドより異形される人物であった。ウェストンは、家紋継を、老練なる山岳人と評した。口癖は、山は、猫のように歩け、石一つ落とすなだったという。また、 三謀本部陸地測量部に挑発され、立清彦らの測量の仕事に協力しており、前保高岳の初登頂などに同行して登山士になお、連ねることとなった。カモンツギ小屋カモンツギ小屋の山小屋としての営業開始は、1925年息子かよ吉の夫人により、本格的な営業は1966年に4代目のテルオの代から、という、 三代目の孫人は山岳ガイドとして活動した。カモンぎ小屋は国の登録有形文化財に登録されている。なお、カモンぎ小屋のそばにカモン慈悲が建てられている。ありがとうございます。